中区の元町小学校では贈呈式が行われ、1年生14人がサンフレッチェ広島の森崎浩二アンバサダーからチームエンブレムが入った紫色のキャップを受け取りました。この取り組みはサンフレッチェ広島が創立30周年を記念し、より地域に貢献したいという思いから、県内のすべての小学1年生にオリジナルのキャップを贈るものです。嬉しかった。大事にする。はい、なんかね、ここのね、弓のところがかっこよかったです。遊ぶときにしっかりあの紫の帽子をかぶって、あの少しでもそのサンフレッチェを、まあ身近に感じていただければなという思いがあります。オリジナルキャップは県内の小学校に今日発送され、明日以降およそ2万4000人の1年生の手に渡ります。はい、